福岡銀行カードの皆さん、準備だ。はい、皆さん、今回の動画では JO1 のイカルスっていう歌のパフォーマンスビデオを皆さんと一緒に見てみたいと思いますよ。多分昨日ちょっと待ってた方々いらっしゃいますよね。多分いらっしゃいますよね。いらっしゃってほしいです。私の動画を待ってた方々いらっしゃってほしいです。はい、それで今日は韓国の反応と、私のリアクションしてから韓国の反応をちょっと話していきたいと思います。そしてその後は前半は JO1 の動画で、後半は、私が前にしてたあの軍隊のドキュメンタリーの 3部最後の動画を皆さんと一緒に見てみたいと思います。はい、とにかくお願いします。お、楽しみですねこれ。せーの、 Let's goおお、おお、なんかすごい歌が出てきそうな雰囲気。おお、フリスキーいいですね。おお、ケイコさん。スカイさんの声いいですね、やっぱり。おお、だだだだ。おお、この歌もいいか。今回は何だかラップが結構多いですね、この歌は。この歌でスカイさんの声がめちゃいいですね。おー、なんか今回はちょっと、なんていうかな、ちょっとみんなパートが今までとはちょっと違く、本当にめっちゃ平等にこうなった感じがしますね。今までなんか平等じゃなかったってより、本当にこの歌は特になんか一人ずつちゃんとなんか声が聞けていいですね。おお、いいな、この最後がまたいいですね。お、これは絶対いいですね。皆さんライブでこういう感じでもババンバーンになったな、そうなりながらパフォーマンスしたらもっとかっこいいですね。なるほど、いいですね皆さん。なんかちょっと反応をちょっと調べてみましたけど、今回もまたなんか史上最高みたいな、歴代級みたいな、そういう反応が多くて、それは多分 JO1 のファンの皆さんやから何でも史上最高やないって思いましたが、これも確かにそれですね。なんか JO1 ってこう出るたびになんか史上最高って言われる理由があるんですよ。それってやっぱり成長していくんですね、 JO1 って。そしてそれもめっちゃ早く、だから前より今よりこれって感じで、はい、だから納得できました。
じゃあ私がちょっとだけまとめてみた韓国の反応をちょっと読んでみたら、1,2,3,4,5,6,7,8,9,9つのコメントを持ってきました。たくみの顔がやばすぎるっていう感じで、はい、そしてイカルスやばいって感じで、みんな皆さん、私が今コメント見せない理由はですね、ちょっと例えばキレ、顔がみんなキレって言ってもいいです、言ってもいいですけど、ちょっと多分高音すぎて、ちょっとその前にとっても綺麗っていうのがとてもじゃなくて、ちょっと、うん、激しい表現がありまして、それを見せるにはちょっとあれなので、はい、ちょっとみんなちょっと高音してますよ、多分韓国のジャムの皆さんが。だからちょっと激しいんですね、表現が。とにかくみんなの顔が綺麗らしいですよ、綺麗って感じです。これをちょっと興奮して表現しましたね。そしてこのコメントは、歌がめちゃくちゃいい、実はめちゃくちゃじゃなくてもっと激しい表現ですよ、うん、めちゃいい。そしてなんか今回のアルバムからラップのパートが増えた気がしないんですか皆さん、ボーカルラップ、ボーカルラップって感じで、こういう感じで出てきて、パートのそういう分担も前よりもっと良くなった気がして、めちゃくちゃ嬉しい、わら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 、はい、なんでわら、はい、とにかく次のコメントは、今回のなんかミュービーの雰囲気めちゃくちゃ自分の好みだって、皆さん、はい、そしてパフォーマンスのなんか今回はなんかみんな綺麗っていう表現が多いですね。みんななんかメンバーに対してイップだっていう表現をしますけど、イップだっていう表現をしますけど、もうイップだっていうのはまあ綺麗っていう表現にもありますし、韓国語ではまあこれが可愛いっていう表現にもなりますし、だからもうかっこいい時もイップだって使いますので、多分もうかっこよくて可愛くて顔も綺麗で、とにかくそういう全てのいい意味らしいですよ。だからもうすごく満足してるってことですね。そして次のコメントは、イカルスパフォーマンス動画めっちゃ好き、歌もいいのにこの子たちなんでこんな上手、でも衣装が前に使ってた衣装やね、なんで衣装にもっとお金使わないんやろうラポネさんっていう感じで、あ、そうですか、もしそうやったら、でも今回衣装良かったんじゃないですか、別に良かったらまた使ってもいいんじゃないですかね。でももちろんもっと活躍のためにならお金を節約しないでほしいですね、はい、そして次のコメントは、イカルスとても好きだ、イカルスをライブで公演するのをいつか見てみたいっていう、はい、とにかくこういう感じで韓国の反応もいつものように皆さんとほとんどは多分一緒だと思いますよ。そして今 YouTube のコメントを読んでみたら、英語のコメントは結構増えましたね、前に比べたら。ってことはこの曲が前に比べてこういうグローバル的にもっと通じるそういう歌のようですね、多分。はい、とにかく私が用意した動画はここまでですけど、ここからは私の軍隊の話をしていきたいと思いますので、もしかして JO1 の動画だけ見たい方々はここまで見てまた遊びに来てくださいね、うん、ってことで、はい、皆さん、じゃあ私たちは軍隊の動画を見てみましょうか。前になんか3部を 見ましたけど、ちょっと途中に切れてしまって、うん、ちょっとだけ見てなかったですね。でもまた最初から見てみましょう皆さん、はい、では Let's go。ああ、これはですね、皆さん、自分の舞台を、うん、舞台が決まるその日ですよ。でも今の時代では多分なんか両親と一緒にこれを見るらしいですね。なんか両親がいるように見えまして、だからこれはランダムですよ皆さん。ソウルに実家がいるあるけど、プサンでなんか勤務するかもしれないですし、ランダムですよ。でももちろんなんか自分が申し込んでなんかする仕事となんかそういう兵器の種類もあるにはありますよ。例えば芸能人はなんか音楽に
関してのそういう舞台に行くんじゃないですか。そういう感じでいろいろあるにはありますけど、それは一部ですね、やっぱり、私の場合は運が良くて、そしてなんか私は軍人の警察として選ばれて、それが多分ラッキーになって、多分ソウルで私は勤務しました。でもこれも軍隊の警察も全国にいますので、ソウル以外にもいろいろあるのに、私は運が良くてソウルで、皆さん、このツースターはすごい人なんですよ。軍隊の中ではもう前にこう歩いたら、多分この訓練兵たちは、なんかこうなります、本当に。でも皆さん、私は前にお見せしたんじゃないですか、あのピさんと2人で受賞を受けた時、その方もツースターなんですよ。あらわいこ、嬉しそうですね、お父さんが。こういう時間があるんですね、今は。これも結構前ですけど、そうですよ、この二等兵って言いますか、この階級を。訓練兵からあれもらうにもすごくいろいろな大変な段階があって、ついに軍隊の中の一番下の階級になれますね。唇には強くポポをしますね。でも本当に軍隊で一番感じるのが、家族の大切さ、そういうのを学ぶ時間ですよ、本当に。だから当たり前なことが当たり前じゃないのを気づく瞬間ですね、韓国人男性は。毎日が本人たちにも不思議なんですよ。なんだか毎日初めて経験するそういう日々なので、いろいろ大変ですし、そうなんですよ。感情的にも体的にもいろいろ大変ですね、やっぱり。なぜなら私たちも経験したことがないんじゃないですか。皆さんと一緒な感じで、いきなり軍隊にいた感じと全く一緒なんですよ、ただ聞いたことだけ。数時間会っただけなのに、なんだかこう別れる時に、また初めて軍隊に入る時の感情が思い出して、なんかどうすればいいのか分かりませんみたいな感じで、ちょっと複雑な気持ちになりますね、やっぱり。はい、そして皆さんが好きなアイドルとか俳優さんとかもなんか軍隊に行くんじゃないですか。でもやっぱりもちろん大変ですよ、軍隊って。そうじゃないですか、大変ですけど、ちょっとこれはいい、私個人的には客観的に見たらいいことではないと思いますけど、皆さんは安心するような情報かもしれないですけど、芸能人たちは軍隊に入っても、ちょっと私のような一般の兵士とはちょっと違う特別な扱いをされるんですよ、その中でも。だから正直に言ったら、一般の兵士ぐらいご苦労とかはしないんですよ、正直に言ったら。なぜなら私は毎日芸能人さんと一緒に生活したんじゃないですか。だから私が見て経験した情報なので、これは他の人は分かりませんね、知りませんね。この人たちは
次の日に自分の舞台に行くようですよ。だからその前に掃除する時間らしいですね。今どんな気分ですかって、ちょっと悲しいですって感じ。なぜ悲しいですかって、なんかみんな補習かなんか仲良くなりましたし、時間も最初は全然なんか遅かったですけど、なんか思い出してみたら割と早くなんか時間が経ってしまって、なんだか悲しいですみたいな。残りの2年の時間は早いと思いますかって、正直にもう先が見えないです。この質問する方が悪いですね。もうちょっと意地悪してますね。座れ立て、座れ立てしました。軍人は歩く時もですね、皆さんちゃんとした姿勢で歩かないとダメなんですよ。だからそういうのも全部教えますね。赤ちゃんになるんですよ、高校の中では。この勉強の頭と軍隊の中の頭は別で、本当に例えば日本だとしたら、東京大学の出身もここに行ったらバカになるんですよ。本当になんか同じ手同じ足が出る、そういうバカになるんですよ。緊張してしまって、私の後輩たちの中でも本当にエリートのが本当に頭いい後輩たくさんいましたけど、本当に勉強の頭と軍隊の生活の頭は別にあるんだなって思いましたね。なんか不思議な気持ちになって、いきなりなんだか思い出して、あの不思議なファッションを見ながら、なんだか思い出せ。嫌だあのバッグ、おお嫌だ。私は48番訓練兵でした。訓練兵、また何もわからないですけど、5週間一生懸命に頑張ってかっこよく堂々と軍隊の生活終わらせます。今入ったらしいですね、この方は。5週間、この5週間はほぼ500日みたいな、全て毎日が人生初めての経験が続きますので、長いですね。やっぱり毎日が夢の中のような。お疲れ様です。本当にみんなお疲れ様ですね。本当に思い出す。朝に寒くても暑くてもいつもこういう感じでこれをこう脱いで走るんですよ、訓練所の中で。皆さんとにかくこういう感じで、軍隊の、韓国の軍隊のドキュメンタリー3部まで全部見ましたけど、はい、また機会があればまた軍隊の話をまたするチャンスがあればまた知ってみたいと思います。はい、皆さん、とにかく私が用意した動画はここまでです。ってことで。